ば、本当に、ちょっとね、じゃこれ終わったらね、これ最後の話題ね。これ。マリン首相、どういった印象を持たれますか？これね。フィンランドのマレー首相っていうのかな、この女性が、最年少、史上最年少36歳で、フィンランドの大統領になっております。ね。マリン首相。あ、マリン首相、あ、総理大臣ね。マリンさん。フィンランドで総理大臣を36歳でやってます。で、この、サンダ・マリン首相ね、36歳が、NATO 入りすると。フィンランドは NATO 入りしますよと。で、なぜならば、ウクライナを NATO に入れたいということで、これは、俺の、指導により、俺この間何て言いました？ウクライナは、ね、NATO に入るなって言ったんですね。そしたら、このサンダ・マリン総理大臣が、俺の、ね、まあ、もう2週間前ぐらいになるけど、ウクライナの戦争を終わらせますということで、俺が言ったんですけど、裏手のパワーでね。そして、それでね、まあ、ウクライナは、ね、NATO に入れと。ユーロはダメだと。エリザベス女王が言ってますと。俺言いましたよね。そしたら、それで、まあ、停戦合意を、プーチンが出しました。そしたら、ゼレンスキー大統領は、その停戦合意を蹴って攻撃を続けてます。で、一応この、今度は、まあ、それじゃあちょっと、ゼレンスキーが動かねえんだな、ということで、再三、まあ、停戦合意を送ってるのにもかかわらず、ゼレンスキーは、まあ、自分が取られた町を返せ、返せと、いうことで攻撃しているんですよね。奪還奪還みたいな感じで。で、今も戦ってるところをサンダ・マリン首相は俺の、まあ、この意向を受けてね、フィンランドが NATO に入りますと。ね、なぜならばウクライナのを見てフィンランドがまず入る、ロシアの、まあ、NATO に入ることでフィンランドという国もね、守られるし、ゼレンスキー大統領のウクライナも NATO 入りするのにね、手助けになるということで、このサンダ・マリン総理は、まあ、俺の命令だ、俺の意向を受けて、フィンランドは NATO に入りますということを言ってくれてるんですよ、テレパシーでね。これなんないでしょ？なんないでしょ？俺、この間言ってたじゃないですか。ね、俺は NATO に、ね、入れって言ったんだよ。ユーロに入れとは言わなかったね。エリザベス女王が、ね、ユーロはダメだと言ってると。ね。だからゼレンスキー、ウクライナは NATO に入るんだと。それで戦争をやめろと。で、今、ね、東ウクライナは、もう、そう、カシンさん、俺の意向なのよ。俺の、ノーティスだから。俺のノーションね。俺の考えだから。